来店シックス。そうだよね。私なんかが。さあ！もっと声出せ！もう一度来い！私は、渚みたいにスマッシュは打てない。綾乃ちゃんみたいに運動神経がいいわけでもない。それでもずっと必死にやってきた。だからまだ終わりたくない。負けちゃった。バカ、絶呼吸じゃねえか。よし拾った。でも緩い。すげえ、また拾った。もしかしてスマッシュの癖を見抜いた。スタミナ切れで勢いがなくなってきたのかも。いや、そうじゃない。泉はテンポの速いラリーに付き合わず、あえて大きくクリアすることで相手が打ち返すまでの間を作ってる。それで石澤さんの緩急を織り交ぜたショットにも対応できるようになったんだ。でもさ、それって泉は防戦一方ってことだよな。泉は格下だ。この試合どれだけスタミナを温存して勝てるか、それがお前にとっての勝負だ。わかったか。はい。早くラリーを長引かせたら。のぞみにとってはただの一試合かもしれないけど、私はこの試合に全力で本気で全てを。